日本語ラジオ三百六十五、一五一へ。お相手は夏目でお送りします。みなさん、こんにちは。夏目です。このラジオでは三百六十五日毎日。簡単な日本語で。日本語や生活の話題を。 皆さんに紹介しています短いので毎日聞いて日本語の勉強に役立ててくださいねさて今日は皆さんにちょっと面白い表現を紹介します皆さんはハシゴをするもしくはハシゴするという言葉を聞いたことはありますか はしごというのは高いところに登って作業をするために使う階段のような形の道具のことを言いますがはしごをするという場合は実はいくつかの場所を渡り歩く場所を変えて引き続き楽しむという意味で使われ特には夜にお酒を飲みに行ったり食事をするときお店を渡り歩く意味で使われることが多いんですよ。例えば、昨夜は友人と久々に遅くまで盛り上がり、上が 飲み屋を3軒もはし,ごした本日発売の最新のゲームソフトを求めてゲーム屋さんを5軒もはしごした若い頃は毎週末のようにはしご酒をしていたっけまだ飲み足りないなもう一軒はしごしちゃうというように使いますまたはしごをして飲みに行くことははしご酒とも言いますさてどうだったでしょう 皆さんは、はしごをした経験はありますか私は今となってはお酒はほとんど飲まなくなってしまったので最近の経験はありませんが昔は友人と盛り上がるとよくはしごをしていましたよちなみに一般的にはしごをする理由は話し込んであまり長い時間席を取るとお店側にも迷惑になることや別のものを食べたり飲んだりしたくなることなどあげられるでしょうか 私の場合は友人とゆっくり話したかったので2軒目はカフェなどへ行って飲み物とデザートを前におしゃべりをするのが大好きでしたさて皆さんの国ではどうでしょうよく似た言い方はありますかまたぜひ教えてくださいね最後まで聞いてくださりありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう良い一日をまたね